ようこそデータサイエンス研究所へ。はい、今回はですね、フラスクの概要について解説していきたいと思います。はい、今回からフラスクでウェブアプリ作成で、まあ、実際にフラスクを使ってウェブアプリケーションを作成しようっていうシリーズをやっていきます。で、その中でもまずフラスクの概要について今回は解説していきます。で、今回の今後の流れなんですけど、まず一番最初、フラスクとジャンゴについて話して、次に作成するウェブアプリ。まあ、今後このシリーズの動画を見ていくと、こういうアプリが作成できるよっていうサンプルのアプリについて解説します。で、次に今後の動画、今後このシリーズでどういう動画を出していくか、どういう内容を解説していくかについて解説して、で、最後にソースコードですね。まあ、この動画で扱っていくソースコードの、まあ、ダウンロードの仕方について解説していきます。はい。それではまず、フラスクとジャンゴなんですけど、まあ、まずこのフラスクとジャンゴって何かっていうと、まあ、Python のライブラリーです。で、どういうライブラリーかっていうと、Web アプリを作成する上で代表的なライブラリーになります。このフラスクとジャンゴが、まあ、とっても有名なもの。で、それぞれ違いを見ていくんですけど、フラスクはライトな開発で学習がしやすくて、デフォルト機能が必要最低限になってます。で、それと比較してジャンゴは大規模な開発に使われていて、で、学習がちょっと難しくてデフォルト機能が豊富になってます。ですので、まあ、フラスクはもう簡単に作れる小規模なアプリケーションに、まあ、適していて、ジャンゴは結構大規模でいろいろ機能が必要なものに使うみたいな住み分けで簡単に覚えておいてください。はい、それでは続いて作成するウェブアプリなんですけど、まあ、こんな感じですね。まずこのホーム画面がこんな感じで、それぞれ偏差値アプリ、単回帰分析シミュレーションアプリ、物体検知アプリ、画像生成アプリにこれクリックすると飛べます。はい、それではまず偏差値計算アプリ見ていくんですけど、これはテストの平均値とテストの標準偏差とあなたの点数ですね。まあ、実際に取った点数を入力して偏差値を計算するっていうのを押すと、まあ、実際に偏差値を計算することができます。はい、で、実際にこれですね、平均値と標準偏差と、まあ、自分の点数っていうのを入力した場合、まあ、例えば50、10、60で偏差値を計算するとしたら、下にこんな感じで結果が出ます。あなたの偏差値は60で上位 15.9% ですって出て、まあ、実際にこのグラフを2つ出すこともやっています。で、これは、まあ、これですね、テストの点数で自分の位置、こう全体から見て自分がどの位置にいるかとか、まあ、これですね、テストの点数ごとの、まあ、この横軸がテストの点数で縦軸が偏差値で、まあ、自分がこの辺にあると。まあ、もうちょっと何点高くなれば、このどのぐらいの偏差値になるかもわかる。みたいな感じで2つのグラフを出しています。で、続いて単回帰分析アプリなんですけど、これはシミュレーションデータの作成。まあ、これですね。こんな感じでシミュレーションを行っていきます。まあ、まずこの X っていうのをこの正規分布から乱数発生させて、で、この A と B と、これですね、シグマイプシロンの2乗。これをあらかじめ決めて、まあ、A と B とイプシロンから、まあ、Y を生成すると。で、これで X と Y っていうのを、まあ、そのシミュレーションデータで作成して、その上で単回帰分析をするっていうのをやります。で、入力はこれですね。データ数と、あとはミューとシグマ。このミューとシグマ、これですね。最初の X の生成するミューとシグマを設定して、で、次に A と B とこのシグマイプシロン。これですね。A と B と、あとはこのイプシロンの分散であるこのシグマイプシロンの2乗。これをそれぞれ入力すると、単回帰分析のシミュレーションを行うことができます。はい。それでは実際にデータ数、平均値、標準偏差と A と B と、あとは標準偏差、それぞれ入力してやってみると、こんな感じで2つのグラフが出ます。まあ、これは実際に X と Y っていうのを、このさっきのシミュレーションからこう生成させて、実際に得られたデータ。で、こっちはそれをさらに直線に当てはめた結果、まあ、単回帰分析でシミュレーションした結果っていうのを見ることができます。はい。続いて、物体検知アプリなんですけど、これは、ここに、まあ、ここをクリックするとファイルを選択できる。または、まあ、ドラッグ&ドロップで、ここに画像を入れて、物体検知っていうところを押すと、実際に物体の検知をすることができます。で、実際に物体検知した結果がこれですね。まあ、これを入力として、結果がこれになります。まあ、実際にこことここが、こう、キャットって認識されています。で、続いて画像生成アプリなんですけど、これは、MNIST のこの生成画像、画像を生成するアプリになります。まずここに0から9の数字を入れて、あとは生成する枚数っていうのを入れると。この場合、3の数字の画像を5枚生成する。で、画像を生成すると、実際にここに3の画像が5枚生成されます。これは実際に MNIST の画像をこの表示しているのではなくて、その MNIST の画像から、その画像生成のモデル、AI のモデルに入れて、その学習結果をこう、結果、表示させたものになります。はい、続いて今後の動画なんですけど、今後はこんな感じで動画やっていきます。まず、今回のシリーズでフラスクでウェブアプリ作成ですね。今回のシリーズでこの
内容をやります。まあ、この灰色の部分が各動画ですね。合計で2たす4たす5個あります。で、次のシリーズで、ブートストラップで Web アプリデザイン。まあ、実際のデザインの方をやるんですけど、まあ、これはこんな感じで動画やります。で、ですので、まあ、今回のシリーズ、プラス次のシリーズを全部終わったら、さっき紹介したアプリっていうのを作成することができます。一応そのここまででも同じ機能のアプリは作れるんですけど、ちょっとデザインが汚すぎるっていうのと、まあそのレスポンシブなデザインじゃないので、まあこっちもプラスでできるとより良いアプリを作成することができます。で、ちなみに今回はこれですね。一番最初のフラスクの概要の動画になっています。はい、続いてソースコードなんですけど、まあこの GitHub 上に実際にその今回の今後の動画で使用するコードっていうのを GitHub 上に載せてます。まあ実際これですね。ゼロフラスクの導入、1フラスクの基礎とか、簡単なウェブアプリ作成とか、ブートストラップでデザインとか、まあ次回のシリーズまでの実際に使用するコードっていうのを GitHub 上に載せていて、で、これをどうやってダウンロードするかっていうと、この右上にコードっていうのがあるので、ここを押すと、まあこういうのが出てきます。で、これのこのダウンロード ZIP っていうところを押せば、こう ZIP ファイルでダウンロードできるので、まあそこから開くと実際にそのコードを見ることができます。はい。それでは最後、まとめなんですけど、まあ、今回はフラスクの概要として、一番最初にフラスクとジャンゴ。まあ、結構簡単で、ライトな開発をできるものと、まあ、複雑だけど、結構大規模な開発ができるよっていう対比で、フラスクのとジャンゴの話をして、で、次に作成するウェブアプリとして、まあ、その僕が作ったホーム画面と、あとは偏差値計算アプリ、単回帰分析シミュレーションアプリ、物体検知アプリ、画像生成アプリの4つ。の機能を備えたアプリケーションを今後作ることができるよっていう話をして、で、次に今後の動画で、まあ、実際にフラスクでウェブアプリ作成のシリーズと、次にブートストラップでウェブアプリデザインっていうのをやるよっていうのを話して、最後にソースコードで GitHub 上にコードがあるので、それをダウンロードすると実際にその、この今後の動画で、その使用するようなコードっていうのが見れるよっていう話をしました。はい、いかがだったでしょうか？フラスクの概要について。もしよろしければチャンネル登録、高評価、コメントをぜひぜひお待ちしております。それではまた。バイバイ。